質が全く変わらないことです。それではフォーカスを移動させていきます。マルスから徐々に後ろの花瓶、そしてジョルジュ、さらに背景の壁にでいきます。はい、この時点で、背景の三角がしっかり見えてきたと思います。これをまた、戻していきます。動かしていきます。徐々に前のジョルジュにフォーカスが合ってきますが、三角の位置、ビルの背景の位置変わっていません。マルスの大きさも変わっていません。最終的に水差しを越えてマルスにフォーカスが入ります。この状態で、画角の中の変化、画角の中の、画像のサイズ変化、そういったものが、非境深度変化も同時に起こっていません。ちょっと早めに行ってみますね。はい、では前に行きます。